伊野勝児は、日本の政治家、労働運動家。参議院議員、清涼飲料共同組合理事長。岡山県岡山市高谷町で、古物商を営む森本元助、久子夫妻の次男として生まれる。3歳の時に、広島に住む久子の兄、伊野安次郎の養子に出され、伊野姓生を名乗る。岡山県立商業学校在学中から、 社会主義に目覚め、商業学校卒業後の1920年12月、坂井敏彦や山川人志、大杉久志らが率いる日本社会主義同盟に加入する。同盟はほどなくして解散に追い込まれるが、在籍中は山川からマルクスの共産党宣言についての講義を聞き、労働組合の必要性を悟ったいたのは、1922年12月に、 喧嘩発の本格的な労働組合、岡山労働組合を発足させる。また、岡山労働学校や岡山県、旅後向労働組合の設立にも関わり、労働運動への献身を深めていく。1926年1月に、日本共産党に入党。板野にとっては念願の入党となったものの、共産党は、当時非合法組織であったため、偽名を名乗りながら、 住所も点々と変える生活を余儀なくされる。1927年には、神戸地方委員会の委員長に就任するが、翌年の3.15事件で検挙。懲役8年の刑に服し、出国した。終戦直後から、農民運動の組織化に力を注ぎ、1947年の初の参院選に、岡山県選挙区から立候補し、 定数4に対し7名がしのぎを削る少数、激戦の中で当選を果たす。この選挙で、共産党は4名が当選しているが、板野は唯一の地方区選出議員であり、岡山県選挙区内でも最年少の議員となった。議員在任中は、農林や議会運営、決算の各委員会委員に就任。特に、板野の専門分野であった農林委員会では、 食料確保臨時措置法改定法案の審議に、際して国内の農業保護の立場から同法案に反対し、当時の森光太郎農相との10時間にもわたる議論の末、審議未了に追い込んだ。議員当選から3年間で36回も登壇し、政府の姿勢を正した。再選を目指し1950年の参院選で全国区に倉返し出馬するが落選。 以後、衆議院を含め出馬を重ねるが、いずれも当選とはならなかった。1969年の総選挙で落選したのを、機に、政界から引退を表明。引退後は、当岡山県委員会名誉委員などを歴任する。1985年12月30日死去。82歳。ありがとうございます。